沖縄の方々基地は嫌だと思いながらも、この島売りと揶揄される女性を当選させてしまうんではないかと、ね、心配されておりましたが、ところがどっこい、もう散々ですね、政府の強引なやり方、もう沖縄の方々本当に嫌気がさしています。今回もですね、ものの見事に島売りと揶揄される沖縄担当大臣島尻愛子、見事落選いたしました。で、その落選の方を聞くやいなや、政府サイドは一体何をしたか。いきなりですね、本当に怒涛のようにですね、高いヘリパッドの建設を開始、建設準備を開始、そしてついてはですね、地元で、そうですね、人口が多くない村に、もうその町の人口に匹敵するほどの、ね、警察官をこの本土から送り、もちろん東京からも送っています、ね、建設を強行しようとしています。沖縄の問題についての政府のやり方に反対している過程で、高井のヘリパッドの問題は前々から私たちも言っていました。でその中ではですね、基地の問題として、取り上げる人もおられましたし、それから栄のヘリパッドのその場所がですね、地理的にもとても重要な場所であって、それがですね、壊されることによって、どれだけ自然環境に影響を与えるかというような視点からも問題にされていました。そしてですね、先から問題になってますように、民主主義のルールにのっとって選挙が行われて、その結果が出たにもかかわらず、またしても日本政府は、一切選挙の結果を無視してやっている、このこと自体が実はこれから先の私たちに大きく影響するという点も忘れてはならないと思います。選挙はあろうとなかろうと、民意が示さろうと示されようとされないでも、政府、今の安倍政権は、一切考慮せずにやってくるということも忘れてはいけないと思っています。なんか栄のヘリパッドっていうのは、栄のあの辺に広大な演習場があるわけですよね、米軍のね。でそれの一部を返還することになって、でそこにヘリパッドがいくつかあるから、だから返還するんだったら、すぐにはこれを代わりに互いに作れと、なんかそういうことらしいですよね。これ普天間と同じじゃないですかね。世界一危険な飛行場と言われている、ね、基地と言われているところを移すのに、なんでただ撤去してくれ、それだけじゃ、単純にそれだけじゃいけないんですか。なんで代わりのものを作れとね、そんななんか石を返してやるから代わりのものを作れ、同じじゃないですかね。そういうなんか稲掘り交代みたいなことを言うことを聞いてさ、なんでそういうことばっかりやってるんですかね。辺野古の基地なんかだって大体基地とかって言ってますけど、大体施設とかって言ってますけど、大体でも何でもないじゃないですか。滑走路1本だったら2本になって、弾薬庫は植える、ね、ヘリパッドはある、公安設備はある、全くの新基地じゃないですか。なんでそんなものを、日本のお金で計上しなきゃいけないんですか。